キングダムハーツチェーンオブメモリーズは2004年11月11日にスクウェアエニックスより発売されたゲームボーイアドバンス用コンピュータゲームである。後にキングダムハーツリチェーンオブメモリーズとしてプレイステーションに向けにリメイクされた。前作キングダムハーツと次回作キングダムハーツ2の間の出来事を描いた作品。 いわゆるナンバリングタイトルではないため外伝作品と勘違いされやすいがシリーズにおける歴史とした本編作品である。KH のエンディング直後から始まり KH につながる伏線や謎を多く残している。ムービーの挿入やエンディングに光がフルコーラスで流れるといったゲームボーイアドバンスソフトとしては類を見ない演出もある。グラフィックの質もゲームボーイアドバンスソフトとしては 非常に高い。2003年9月の東京ゲームショー2003で KH2 と同時発表された。プレイステーションに専用ソフトだった KH と異なり、対応ハードがゲームボーイアドバンスということでユーザーを驚かせたが、ディレクターの村哲也は KH を GBA で遊びたいという意見が予想以上に多く、実際の子供たちの声が制作を始めるきっかけとなったと話した。 ただし、ハードの違いからか、本作をプレイしていない、KH のプレイヤーも多く、また本作をプレイしていないと、KH2 のシナリオの一部が理解しにくいことから、リメイク作品として、リ・チェーン・オブ・メモリーズが制作された。野村のデザインによるオリジナル仕様のゲームボーイ・アドバンス SP が、同梱された、限定版、キングダム・ディープ・シルバー・エディションも、同時発売された。 2006年3月9日には、キングダムハーツチェーンオブメモリーズアルティメットヒッツとして、低価格化されて、再発売されている。最初は、空編から始まり、空編をクリアすることで、陸編、リバース、リバースがプレイできるようになる。リバース、リバースには逆再生という意味が込められており、空編で起こった事件の裏側を、陸編で知ることができるという仕組みだが、 敵の集団である、機関の正体や目的といった根本的な謎の解決は、KH2 へ持ち越しされた。空編が1階から始まり最上階の13階を目指すのに対し、陸編は最下層の地下12階から始まり1階を目指すという対局に位置している。本作の開発にあたり、最も重視されたのは、GBA で、キングダムハーツらしい戦闘が、 どこまで作れるかということだった。劇中でも重要な役割を担うカードを先頭に取り入れることは開発当初から決まっており、はじめはカードゲームとしての比率が大きいゲームとして作られていたが、KH らしくないことからだんだんとカードを使ったアクションゲームという方向にシフトしていく。その結果、KH の特徴であるアクション性の強い RPG となり、 ゲームボーイ版経営値と呼ぶにふさわしいものに出来上がった。これらのシステムはリメイク作品のリ・コムになっても変わらず採用されている。フィールドの移動中に敵と接触するとバトル画面に切り替わるシンボルエンカウント方式が取られている。プレイヤーキャラクターの空と陸は移動とジャンプ以外のすべての行動をバトルカードによって実行することとなる。キングダムハーツリ。 チェーンオブメモリーズは、コムをプレイステーションに向けにフル 3D リメイクした作品。キングダムハーツ2ファイナルミックスとして、キングダムハーツ2ファイナルミックスとの日本セットで発売された。KH、KH2 に比べて、コムをプレイしたユーザーが少ないということで、KH2FM のおまけとして、当初は GBA 版をそのまま PS2 に移植したものを付属する予定だったが、 武蔵電通ブレードマスターなどを開発した大阪開発部が参加したことによってリメイクが実現した。カードバトルやルームクリエーションなど基本的なシステムは GBA 版のままにバトル部分は大阪開発部がイベント部分は東京開発部が担当している。英語キャストの収録におけるコストの問題や時間の制約から当初の発売は日本のみで 海外のユーザーに対しては、どうしようかと頭を悩ませていると野村が語っていたが、北米版は2008年12月2日に、リ・コム単体で発売された。また2013年には、本作の PS3 向け HD リマスターが含まれた、キングダムハーツ HD1.5 リミックスが発売された。前述の通り本作は、日本と北米でしか発売されていないため、 欧州や豪州においては、これが初めての本作をプレイできる機会となった。主な変更点は以下の通り。ソラドナルド・グーフィーの3人は世界の崩壊を食い止めるため、陸と王様を闇の扉の向こうに残したまま閉じてしまった。王様の光への扉がどこかにあるとの言葉を信じ、どこまでも続く草原を歩き続けている3人の前に、 別れ道と共に黒いコートの男が現れる。お前に必要なものがこの先にある。ただし、それを手に入れるには、大切な何かを失うことになる、男を追ってたどり着いた、忘却の城。陸と王様に会えることを感じた空たちは、手に入れる代わりに失い、失う代わりに手に入れるという、この城に足を踏み入れる。きっと陸と王様がこの先にいる。そう信じて、 空は塔を登るうち、デスティニーアイランドである少女と遊んでいた頃の記憶を思い出してゆく。一方、光と闇の狭間で目覚めた陸も謎の人物の恋に導かれ忘却の城に姿を現した。コムの音声はバトル時のみ。リ・コムでは、下記の空からゼクシオンまでがイベントシーンに登場し、ピーター・パン以下の音声はバトル、ミニゲーム時のみとなる。また、 コムは日本版キャスト、北米版キャストの順とする。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。キングダムハーツリ、チェーンオブメモリーズに関するカテゴリありがとうございます。